はい、皆さんおはようございます。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日は1月22日日曜日、公言後第三主日の日曜日の朝を迎えました。今日もみんなと一緒にこの教会に帰ってくることができて嬉しいです。それでは今日も共に礼拝を始めましょう。私はまた新しい天と新しい地を見た。共に賛美歌を歌いましょう。詩歩を持っているお友達は詩歩を、子ども賛美歌改訂版を持っているお友達は子ども賛美歌を準備してください。賛美歌の136番、恵みの神様を短いので2回繰り返して歌いたいと思います。136番、恵みの神様を2回繰り返して歌いましょう。では共に1月のリタニーを祈りましょう。詩歩を開いてください。1月のリタニー、新しい年にというお名前のついたリタニーです。皆さんはみんなと書いているところと、あと一緒にと書いているところを読んでください。共に1月のリタニーを祈りましょう。1月のリタニー、新しい年を迎えました。古い年は過ぎ去りました。私たちは新しい天と新しい地を見ます。神様の声が響きます。見よ、神が人と共に住み、人は神の民となる。神様は私たちの涙を拭ってくださいます。神様の声が響きます。見よ、私はすべてを新しくする。神様、私たちの新しい年を祝福してください。共にお祈りをしましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、今日も新しい朝をお与えくださり、ありがとうございます。今日もみんな元気に教会に帰ってくることができました。ありがとうございます。神様、あなたは私たち一人一人の名を呼んで、あなたのもとに導いてくださいます。でも神様、時々私たちは道に迷ってしまいます。あなたの声が聞こえているのに聞こえないふりをしてしまったり、わざと自分から隠れてしまいます。神様、こんな私たちをどうか見つけてください。そして、またこっちにおいでと優しく私たちをあなたのもとへと連れ戻してください。この世界の平和を求めて祈りを合わせています。どうか神様、私たちのこの世界に平和をお与えください。すべてをあなたに委ねます。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。アーメン。はい、では共に聖書の言葉を聞きましょう。今日も新約聖書です。
テサロニケの信徒への手紙4章の13節から14節まで。テサロニケの信徒への手紙4章の13節から14節までです。パウロによって記されたテサロニケの教会への手紙。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。神の御言葉。今日は新約聖書のテサロニケの信徒への手紙というところを読んできました。どんなことが書かれてあったんでしょうか。では共に聖書を開きましょう。先週までは同じ手紙は手紙でもコリントの信徒への手紙という、このパウロさんがコリントの教会の仲間たちに宛てたお手紙を見てきました。今日はテサロニケです。テサロニケという町があったんですが、その町に建てられた教会の仲間たちにパウロさんが書いたお手紙を共に読んできました。どうやらこのテサロニケの教会の人たちはひどく落ち込んでいたみたいです。どうしてこんなに落ち込んでいたのかは分かりません。もしかしたら教会の仲間たちが次々と亡くなってしまって、お葬式が続いたのかもしれません。大きな悲しみがこのテサロニケの教会の人たちの上に広がっていました。パウロさんはそのような辛く悲しいお心になっているテサロニケの教会の仲間たちを励ますためにお手紙を書きました。それが今日の箇所です。パウロさんは言いました。兄弟たち、嘆き悲しむのをやめなさい。そして次のことをしっかりと覚えておきなさい。イエス様が死んで復活されたと私たちは信じています。神様はこのイエス様と同じように、イエス様のことを信じて死んだそんな人たちもイエス様と一緒に導き出してくださるんですよ、というんですね。つまり神様はイエス様だけじゃなくて、今死んでしまったこのテサロニケの仲間たちも、またイエス様のことを信じているこの世界中にいる多くの人たちも、そして私たちもみんな天へと招いてくださるんですよ。そして永遠の命を与えてくれるんですよ、とパウロさんは言ってるんですね。大切なのはこれを信じることです。でもこれを信じなさいって言われてもなかなか信じられないのが私たちです。そう、やっぱり不安もあります。だって証拠も見えないし、ねえ、神様も見えないし、この死んだらどうなるのか私たちは言ったこともないし、行って帰ってきた人たちもいません。でもだからこそパウロさんはみんなちゃんとイエス様を見つめてね、そしてお祈りをしようね、と言われたんです。私たちには天国は見えません。また神様の姿も見えません。でもお祈りを通して私たちは神様とつながることができます。イエス様はどこまでも私たちと一緒にいてくださいます。私たちが死んでしまったとしても、その死んだ先にもイエス様は一緒にいてくださるんです。不安や苦しみがなくならない、なかなかなくならないこの世界ですが、共にお祈りをしながら
神様とお話ししながら共に歩んでいきましょう。共に祈りましょう。手を合わせて、目を閉じて、心の目を開きましょう。お祈りをします。神様、私たちはあなたを信じています。でも神様、なかなか私たちの心の中にある不安はなくなりません。あなたの姿は見えないし、信じなさいと言われてもよくわからないことがいっぱいあるからです。でも神様、私たちはお祈りを通してあなたとお話をし、そして救いの恵みをいただきます。どうか神様、この私たちを救ってください。恵みを注いでください。テサロニケの教会の仲間たちと同じように、私たちもあなたのことをしっかりと見つめながら、これからも歩んでいくことができますように、どうか導いてください。すべてをあなたに委ねます。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げします。アーメン。はい、共に感謝の献金を捧げましょう。共にイエス様が私たちにこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。詩歩を開きください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。共に神の栄光をたたえましょう。唱詠の25番、賛美歌の25番を共に歌いましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。
はい、ありがとうございました。これでお礼拝終わります。本当に毎日寒い日が続いていますね。皆さん元気ですか？この風邪をひかないように気をつけて過ごしていきましょうね。それでは今日のお礼拝はこれで終わります。ありがとうございました。ではまた来週のお礼拝でお会いしましょう。